はい貯蓄マニア主婦のなおです今回は、えー、無理のない節約術についてお話ししていきたいと思いますはいあの節約をするにあたって無理をすることってとってもいけないことなんですね無理すると絶対に続かないものなので自分の中でこれは無理だなっていうのはやらない方がいいです で私が自分の中で満足感を高めるために行っている、まあ、節約術をこれからお話ししていいいきたいと思いますあの特に女性の皆さんに聞いてほしいんですけども女性の人はやっぱり美容って興味ありますよね。でやっぱりあの綺麗でいることって大事だと思うんですね。なんか美意識を 大事にしたいなっていうのは私もずっと思っていて、あのやっぱり老けてしまう。だんだん年齢を重ねるごとにだんだん。もう老けていってしまうじゃないですか。でもね、今後年取ってってそれをね。安いものしか使わなかったり、化粧水とかそういう風うにしていくと、だんだん老化がひどくなってしまうと思うんですよ。 でまあ、肌が強い人とかはいいと思うんですけどでもプチプラばっかり使っていたらあのやっぱりねそのちゃんとやっている人とやってない人の差はね出てくるはずなの絶対にそう。いろいろ今は美容の医療だったりが発達してるの時代なのでそうあのそういうとこで差がついてしまうと思ってます。でやっぱり そうあの節約私もすごく大切にして,て貯金もねあの大事にしてるんですけど綺麗でいることも諦めたくないなって思っててそうで綺麗でいることってやっぱり夫婦関係の向上にもつながると思うんですよねやっぱりブサイクな手がなんかだらしないお嫁さんって男性の方から見てどうですかねなんか だんだん一緒にいるうちに垂らしなくなってってしまうっていうなんか奥さんになってくのって嫌じゃないですかねなんか付き合い立ての頃はすごい綺麗にしてたのに結婚してからもう全然化粧とかもしなくなったしとかまあ家の中ではいいと思うんですけどやっぱ出去って出かける時にある程度ちゃんとした身なりで 行かないとかもとスーパーもボサボサで行ったりとか。まあそういうなんか、やっぱり一緒にいてあのなんだろう。ちょっと恥ずかしいって思われたくないっていうのもあって。だから美容費っていうのはね。意外と大事なところなのかなって私は思ってます。だから、あのそういうまあ人それぞれ考え方は違うと思うんですけどで、私があの思うのはあのなんだろう。やっぱスキンケア。 で肌に直接つけるものはちょっとお金が高くてもいいのかなって思いますあの化粧水とか乳液とかクリームとか美容液とか、まあ、そういうのは肌に直接つ,つけるもので、まあ、あの結構なんだろういいものを使うとね肌の質も良くなっていくと思うので。 そうなんか根本的にスキンケアをちゃんとしていくことが大事だと思うんです。だからそこのスキンケアにお金をかけるのはいいのかなって思うんですね。であ,のあとはまあエステにね通ったりすることもあの自己投資でいいのかなって思います。プ、まあ、プチプラの化粧水使うんだっったらちょとと高いエステとか あの美容皮膚科とかに行くとかメリハリが大事かなって思ってますでも私そのスキンケアとかエステに行くとかそういうのはねすごいいいと思うんですけどあのメイク用品あるじゃないですかあのリップだったりアイシャドウとかあのそういうのはあの安くてもプチプラでいいのかなと思っててファンデーションはちょっと高いのをつけた方がいいと思うんですけどあのアイシャドウチーク とかリップとかあのマスカラとかそういうのは安いのでいいのかなって思います。今ドラッグストアとかでも安いの売ってますよね。で今ダイソーとかセリアでも安い化粧品は売ってますよね。で、私が今使ってるのはあのまあ、あのキャンメイクとかあの有名だと思うんですけど、キャンメイクのマスカラ6 0円ぐらいの7 0 0 6 0 0 0 0円ぐらいのマスカラとか。 あのすごい落ちにくいマスカラがあって、そのマスカラとか100円ショップの ur グラムっていうダイソーのチークとかなんかそう。そういうのを使ってます。アイシャドウも100均のものを使ってます。でも別にそんなに支障がないんですよね。なんか高い？あのブランドのものあのデパコスとかを全部使うと。 やっぱ高いしで実際私も使ってた時代あるんですけどなんかそんなに大差が正直なんか初心者なので変わりがあんま感じられなくてだからでいろんななんか例えばアイシャドウの色変えたいとか思うんだったらやっぱりプチプラのねまあ100均とは言わないけどプチプラのドラッグストアに売ってるようなブランドのもの1,000円以内のものとかで揃えるのがいいのかなって思います。 で、あのー、それでも全然ねいいと思うんですよなんかアイブロウとかも私100均とかなんですけどあの眉マスカラとかも全然1000円以内のねドン・キホーテとかで売ってるようなもので十分だと思いますでそういうとこでメリハリをつけるようにするといいのかなって思ってますでなんかエステとかはお金かけてもいいのかなって結婚式前とか結構通ってすごい思ったんですけどなんかそれはいいんけど何だろうな ま,まつげパーマとかまつエクとかなんかそういうのまつエクとか結構高いですよねで私も、まあ、結婚式の時はつけたんですけど毎月やってたら結構高いので今私まつげパーマをしてるんですねでそれはなんかあのどうやって節約してるかっていうと普通に行くとやっぱ5,000円とか6,000円とかしちゃうんですけどあのミニモっていうアプリがあってそのミニモっていうアプリだったらまつエクも マツ、えーまあ、パも安く、まあ、むしろ無料とかでできたりするんですよあの練習代になるのモデルになるのであの美容師さんたちにとっても助かるし私たちも安、まあ、無料じゃなくても1,000円とか2,000円とか安い値段でやっていただける、まあ、すごいお互いにウィンウィンでメリットがあるあのアプリなんですけどなんかそういうのを利用してそう安くあと美容室代とかね 私もなんか私は結構知り合いに美容師さんがいてその知り合いの人にや,やってもらってるんですけどちょっとその,あの友達がちょっとお,子お子さんできてできなかった時はちょっとミニモのを部屋からとかでやったりしてました。 あとは自分で染めてた時もあるんですけどやっぱり美容室の方が綺麗に染まるのでそういうミニモっていうアプリでそういう美容室とか、ま、眉毛とかま,まつ毛とかなんか今はワックス脱毛とか眉毛のもあるみたいなのでそういうのをチェックして安いものをあの使うっていうのもいいのかなって思いますだからなんか高いものと安いもののメリハリをつければいいのかなと思うんですよね なんか服とかはグレイルとかあとユニクロとか GU とかもうそういうシンプルなもので全然いいのかなって思っちゃっててそう見着飾るものはお金かけないでまあ,じあの自分の,そのスキンケア系とかねそういうエステ系にはお金かけていいのかなって思ってますまあ人それぞれ考えは違うけど私はそういう考えです はいそれでは最後までご視聴いただきありがとうございました。でよかったらチャンネル登録高評価コメントもお待ちしてます。バイバーイ。